エジソン。エジソン。発明王。そうですね。エジソン。という名前ですが、漢字がありますね。エジソンといっても恵み時尊敬の尊でエジソンと読むということですね。ここが1位ですよ。ライムライトみたいな来る夢来る人と書いてライムライトみたいな。あ、そうですね。そういう感じだね。やっぱり喫茶店はこうでなきゃですね。こうでなきゃね、うん、ライムライト。あと何があります？やっぱ漢字の喫茶っていうと、多い恋の人と書いてタレントっていうこれはソープランドですけどもこらここはエジソン。エジソンというね、はい、なぜ1位なのかやっぱ確認しましょう。はい、はいはい、車がもうエジソンが発明した車ですか。エジソンは電気です。あ、そっか、エジソンは電気、はい、フォードじゃない。フォードじゃないので、これなんだろうね、この車は。これなんですよ。あ、なんかコーヒーみたいな、コーヒーみたいなの入ってます。チュロスって書いてあるね。チュロス、チュロスって書いてある。行きましょう。またこれ、うわ、おしゃれ。またこう石柱みたいなのね、日本的な感じと、ね、洋なんだ ね、 ね、中入るとやっぱ岐阜ちゃんって歴史を、歴史を感じる、ね、感じますね。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。お、さっぽけてるあれ、あ、ロボット来ました。最先端、最先端、配膳ロボだ。殺人ロボットお邪魔します、どうも。失礼します。失礼します。あ、これも猫のカップルだ。猫ちゃんだ、トラ君だ。うん、何これね、ファミレスとかにありますけど、これ実際にも、ね、いいですか、奥へ。お邪魔します。あ、いいですか。失礼します。すいません。太田さん、はいはい、新たなデララバさん、いやいや、うん、このお店が大好き、1位のお店。奥様もね、竹内さんご夫妻です。この辺がキラキラしちゃってもね、生まれつきですか。なんでえ、ご夫婦でいらっしゃいますか。はい。どれぐらい好きですか、エジソンは。365日。オープンから。オープンから、うん、何年。3年4年。365日とおっしゃって毎日。はい。え、あ、やっぱモーニング毎日、毎日食べる方が多いですよね。休むことなく、はい、はい、それと飽きない。飽きない、飽きない、飽きないから来てるんでしょ、それ。いや、すごいことですよ、毎日ですよ。いや、だからそれがやっぱりこのね、うん、のコロナの、ね、コロナの真っ最中でもすごかったもん、ここ今こっちで喋ってたいやいや、いいでしょ。どうぞどうぞどうぞ。え、何ですか、お父さん。コロナの、コロナの頃に、コロナのね、3年前の時にね、ここがもう換気扇からね。そうだよ、大変だったでしょ。ものすごくもう完備されてる、うんうん、コロナの真っ最中にオープンしたんですよ。あ、そうなんだ。よくコロナの真っ最中にオープンしましたね。素晴らしい、素晴らしいですよ。ズバリ、あの、感染なしで、もう、もう、こういうのね、それ裏取れ、裏取りようがないですまあね、ちょっといいですか、魅力は何ですか、このお店の魅力は、ズバリ、奥さんから。そうですね、マスターがすごく頑張り屋さん。マスターが頑張り屋さん、すごい頑張り屋さんで、あの、マスターの魅力に惹かれて、もちろん最初、最初は。あ、そう。で、あの、お客さんがすごく元気。お客さんが元気、元気な人がいっぱい。マスターが頑張り、お客さんが元気、はい、ご主人、一言で言うと魅力は。魅力はね、やっぱりこう他にない、あの、素晴らしいものがあるね。だ、例えば、あの、まあ、いろんなお土産だとか。お土産、お土産がある。ザーッと並んでますあ、野菜とか、うん、ごめんなさい、来ましたね。 あれがマスターですか。海鮮ロボですか。え、誰が僕らのモーニング持ってきてくれてるんですか今、おいで、うん、のおいで、にゃんこちゃん。今、料理運んでるにゃん、今、料理運んでるにゃんって言ってるよ。にゃんこちゃん、おいで。何を買うか、ちょっと取ってきてほしい。なんか障害物がね、三脚が、うん、すごい。あ、来た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 よ。おいで、どうしてほしいよ。言ってるよ。マグがでかい。前向きますね。ちょっといつもと環境が違うんで。それで押してくる。押してくる。しないよ。にゃんこちゃん、おいで。ラクちゃん。なんで？A さん。あれ？ボスをしちゃってるよ。設定が A さんになってるのかな。これは。おいで。これがコロナの工夫なんだね、きっとね。ね。これね。
接触なしという助けてにゃ言ってます助けてにゃ言ってますこれはなかなかねどうしてほしいんやみんな名前ついてるんですか猫ちゃんありがとうございますこっちが早いや結果最後はねあマスターあ、来た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 おお。OK、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 乗ってますか、モーニングが注文の料理を持ってきましたにゃん持ってきましたにゃんねえ、かわいい取ります取ってもらっていいですか取ってもいいですかちょっと、どうぞ取ってもらいますでは、失礼します配送しましたどんなモーニングでしょう岐阜市第1位ですわーおーでかい食パン、これバターも乗ってますよこれはまた量がでかいお客様？え？お客様、お料理運んでるにゃ。分かったよ。ありがとう。ラクちゃんありがとう。ラクちゃん。お汁も温かいから。どうしたの？全部カメラさん。いやこれはすごいよ。これマスター。これがいわゆるモーニング。そうですね。リッチモーニング。リッチモーニング、リッチだね、確かに、はい、こんだけの量、なかなか食べられないでしょ食べるとね、柔らかいから柔らかいから入っちゃいます入っちゃう贅沢ですねそうですねえ、思い切りましたね、かなね普通だってこう半分もうそうですねねなぜかこうなってしまったんですなぜかこう順番順番大きくなってきたどんどん大きくなる勝手に、うん、そう勝手にパンが勝手に僕も大きくなっちゃうんです大きくなっちゃうこれはズボリこのマスターですかさっき噂の、はい、オーナーオーナーオーナー、うん、オーナーが明るい努力家、はいうん、っていう評判ですか頑張りやすさそう頑張ってないです頑張ってない頑張ってないやまあね自分では言わないですよ頑張っちゃうからなかなかオープンして何年ですかもう4年近くなる4年で今回岐阜市のモーニング皆さんに聞きましたらここが第1位でした1位ですどうですかそれについては嬉しいです嬉しいですよね4年ですよおめでとうございますでオープンして4年で第1位で1種類ですモーニングは何種類もある何種類もあるこれリッチモーニングリッチモーニングリッチだ確かに試食の前に値段聞いておきますいつものように、はい、値段これ飲み物が通常つきますねドリンクプラスこれはリッチですのでまだ言わないでください値段ドリンクプラスいくらかでこれがついてくるドリンクは基本的には500円前後そうですはいそれではいくらプラスでこれがついてくるでしょういやまだ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 どうぞ150円まあいいでしょうということでプラス150円でこれがついてくるはあはあえ安くないですか安いですめちゃくちゃ安いですよ卵と何ですかこれはサラダとそうです生クリームと卵とサラダとそうだねパンと生クリームバナナバナナこれ何ですか黒いのはこれはメープルですメープルメープルシロップうわじゃあ贅沢だ本当せっかくなんで飲み物置いときますそうですね、ねうん、せっかくなんで、うん、じゃあお父さん食べましょうかまずこれどうやって食べましょうねこれねパカッとこう取れるようになってますあ中にこう切り込みが入ってます一斤の半分ぐらいありますやらかそうです、うん、うわすごいこれほら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 なんということでしょうビフォーアフター贅沢三昧大好きだったパンが半分になってねえこっちの方がまだあるんですかということでしょうしかもこれまだ割れんだねこっからさらにバターも結構大胆に使ってますそうですねほらやけくそやけくそやけくそこれも夢のようだよこれパンのねうんこの食べ方としては、ね、贅沢こんなの子供の頃にね家の食パンこんなやつ食ったら怒られちゃうんですよ、ね、もうあんなにやってんのみたいなもう家追い出されちゃいますよ怒られますよこれそうですうじゃあ夢叶う瞬間第一それ以外俺だって家帰ってないんだから埼玉の実家には、うん、いやもうどうしよう親父と袋元気かな、うん、知ってます、うん、知らないですねいろいろ問題ある、ね、お父さんですわね、うん、じゃあちょっとこのバターの辺からいただきますよ、はい贅沢食べた、うん、うわ、いい音したサクッていい音したうん、柔らかい柔らかい
もうないですよ、口の中。え、早い。溶けるってことですか、柔らかくて。こんなパン初めて食べた。なんかどうやってるんですか、これ。もう普通にやってますよ。普通にやってこのパンできないでしょ、だって、うん、溶けるんですか。パンはあのうちがね、特注に作って待ってるパンなんです。すごい溶けるよ、クリームみたい。だからこの量でも食べられるってことですか。そうです、そうです。すごい。もう本当だ、あっという間になくなりますよ、これ。おいよ、うん、あ、いけるんだ、そうやって。うわうわ、そんなにいけるんですか、うん、それでも苦しくないですか。なんか出してくれはりますよ、竹内さんの奥さんが。拭いてください拭いてください、うんうん、いただきました。うん、でも本当に食べやすいです、うん、はあ、柔らかいから、うん、普通に今の食べ方したら、はい、喉詰まりますよ。喉詰まらない、うん、詰まらない、詰まらない、うん、これ、そういう、本当に溶けるんですか、パンが。柔らかいです。ね、お旦那さん、そうですか。おいしい、柔らかいですよ。柔らかいな。え、なんでこんな大きさになったんですか。まあ、初めはちょっと小さかったんだけど、要望でこれでもか、これでもか言ってるで、こう、うん、あんまりにも柔らかいから、うん、もっと大きくした方がいいよっていう、うん、そうですね、お客さんがそう思ったんですよ。ただお値段が飲み物プラス150円、これ大丈夫ですか、うん、本当にギリです。ギリだね、そうだと思うわ。ね、なんでロボットが結構いるんですか、配膳ロボットが。まあ機械が好きですからね、まあお客さんが喜んでもらえるという。機械が好きなんですか、もともと。そうです、だからエジソンなの。そう、本業はね、車屋なんですよ。え、車を修理して売ってる。あ、前に車ありましたけど、まあ、あれと違って、まあ違いますよ、車の販売、新車販売がエジソンっていうのが本業で、えー、うん、でお客さん用に喫茶店をちょっと横に並べて作ったんです。うん、たらこうなっちゃったんです。もうでビッグモーターみたいな感じになって。ゴルフボールを靴下に入れてた。ビッグモーターには負けました。車屋さんは今もやってらっしゃるんですか。やってます。3軒あります。ご主人か。まあ息子たんがいろいろいてね。でそれぞれ喫茶店がついてるんですか。じゃあ一店舗でそこお客さんが見えた時にコーヒーで喫茶店作ってそこで待ってもらおうかってことで、うん、そのサービス精神から、それただ遊びでやりだしたんです。そしたらそっちは人気が出て、で今こう4店舗になっちゃったんです。お、喫茶店が、うん、すごいです。聞きました、今聞きました、言ってみてください。4店舗、うん、そうです。一気になかなか出せないでしょ、だって、ね、これが700出るって700、ね、700人ね、え、だからよっぽど人気だってことですよね。特徴がないって言ってましたけど、食べると溶ける、美味しい、ね、こんなパン食べてもねえ、他でないですね、ない、ないね、え、一気にペロリですか。そうです、一気にペロリ。お父さんもはぁ、一気にペロリ食べてご飯なしで、お昼ご飯食べれません。お昼ご飯食べられないね、確かに。ここでモーニング食べちゃったらね、うん、やっぱり一気にバカッと一口で、二口すいません、いきます。どこでしょうか、そのさあ、これ、うん、秘密がある。なんかいろいろと販売されてますけど、ああ本当だ、これが人気の秘密。あ、パンも売ってます。さっきのパンだよ、ねえ、ねえ、え、これ卵とか普通のなんかコンビニの餃子ね。え、何これ。店長、これオーナー、これどういうことですか。これはね、うん、あのドリンクを頼んだ人はね、帰りにお土産です。え、お土産。お土産です。帰る、もらえる。お土産でも一つ好きなものを選んでもらえる。え、チャダで。そうです。え、嘘でしょ。かもうこちらからこれ。え、もう一回確認しますけども、はい、モーニングを食べました、はい、お土産で1個持って帰っていいんですか。そうです。え、餃子とかを。そうです。なんでそんなことするんですか。めちゃくちゃ嬉しい、万引きじゃないですか。許可出てます。え、昼間モーニングじゃなくて飲み物来ました。朝からもう出してもらう。飲み物頼みはもらえる。そうです。聞いたことないよ。聞いたことない。帰りまで嬉しいんだ。そうです。で夕方の人は
餃子と奥さんがあのアルコールを持って家で出て、アルコールを持った餃子で家でいっぱい、そうです。へえ、ちょっとごめんなさいね、こんなだいたい単価どれぐらいですか？結構しますよ。結構しますよ。それ2、300円しません？そうやね。それお土産で持って帰っていいですか？え、赤字になんないですか？計算に弱いんですフォロワーさんから、これはだからロボットを入れて、あれも高いでしょ、350万って言ってましたね。ね、わからないです。人件費でペイ できるってことですか？できないです。もう考えてないんだ。だからもともと車屋さんだから。あ、そっか。どっちかっていうとメインはね、車なんですよ。車なんですよ。それにしたってこんな店聞いたことないよ。どれ人気ですか、持ち帰りでいうと。やっぱりね、パンとかね。パンだね、これは。あっち行くと10個の卵が、10個入りの卵が持ってる。卵10個入り？そうです。っていうか、あのリッチモーニングは飲み物プラス150円でしょ。で、これも持って帰っていいってことですよね。どういうこと？ということはパンは2斤で、そういうことだ。650円だ。だから700斤出るんですか、1日。いや、えげつないサービス。すごいですね。これやりすぎですわ。大盤振る舞いですね。大盤振る舞いですよ、こんな。やけ、やけです。やけ、やけって。1人1個、4人で4個。あ、そうです。そうか、4人家族で来たら1人1個ずつ持ってかるから。え、じゃあ毎日来たらここでずっと食費を毎日、ね、毎日来ると冷蔵庫いっぱいになっちゃう。いっぱいになっちゃうね。そうだよ。だってプリンも1個じゃなくて3個入りでしょ。本当だよ。めちゃくちゃ嬉しいな。こんなにサービスのお店あるの？なんでこんなことするんですか？向こう行くとまたラーメンも、ラーメン、ね、ラーメンもあるし、うん、あ、ごめんなさい。ほら、だからコンビニだよ、もう。いや、なんで何やるか教えてください。何やるか教えて。1個ずつ見てください。え、あ、これジュース、アルコールもあるんですか？あるんだよ。キムチも、キムチもある。コンビニだよ。だからで、冷やし中華もある、うどんもあるし、納豆もあるし、冷やし中華もある。家で欲しいもん全部あります。全部あるよ。お菓子もあるし。お子さんなんかやっぱお菓子ですか？そうです。やっぱりご主人と奥さんとかで選ぶものがね、違うでしょ。で、結構これ見てると値段に差がありますよね。100円のものもあれば300円ぐらいしそうなものもありますよね。本当だよ。どうなってんのこれ。もう大体でいいんですか？大体で。計算に弱いです。計算弱すぎるわ。こういう人がいるんだね、奇特な人がね。人がありがたい。だから1位。本当にね、うん、なるほど。マスターが魅力ってさっきおっしゃってたけど、ね、分かるね。マスターが頑張ってるっていうのは財政的に頑張ってるっていう、頑張ってるっていうか。ちょっとね、お見事。ちょっとお見事です。戻りましょう。器が違うね。器が違う。ちなみに1個、今日1個持って帰るとしたら、太田さん1個持って帰るとしたら、俺何しようかな、迷っちゃうな。でもやっぱパンかな。ああ、やっぱりね、うん、美味しかったんで、俺は美味しかったんで家でも食べたい、ね、社長に、うん、三代さんに、社長の口の中クッて、ね、苦しいだろ、でも溶けるから美味しい。溶けるから美味しい。行きましょう、うん、うわ、すみません、変わったもの持って帰る。前まで、あのお弁当が出ました。お弁当やりすぎだよ。マスター、レジ前にありましたね。それがレジの前に持って帰るやつがね、一食分で2食分で、そうそうそう、すごい。ここで食べたの。弁当が持って帰ってどうすんだよ。夜用ですか？いや、お昼です。お昼用、朝モーニング、はい、お昼用の弁当。なんだそのサービス。本当にあの一人前です。美味しいですか？それすごいね。美味しいんだ。野菜が今高いでしょ。そうですよね。野菜がいっぱいもらえるので。助かりますよね。本当ありがたい。ありがたいよ、ね、本当ありがたい。ここなくなったら生きていけない。そんなことはないでしょ。本当にそれぐらい出るって見れますから、元気が出ますから。いや、もうこれからまだこの店どうやって進化していくか分かんないね。分かるんだ。下手すりゃ、だって洋服とか売りそうってもんだ。お土産でさ、Tシャツとか洋服とかさ、その手がありますよね。それどうですか？こう、次の味見はこのワンピースみたいな、ワンピースがお土産に出てきます。もう考えてんの？そう。え、もう入ってるんです。入ってるの？もうやってんの？ワンピース、もう入、商品が入ってきてる。あ、入ってきてるの？たまたま今適当に太田さん言ったんです。本当に。え、
モーニング食べたらワンピース持って帰れる。ワンピースのこちょ女性の着るやつね。女性の着るモーニング食べたらそうワンピースお土産で、ね、そんな店あるすごい夫婦が仲良くなるんですよ。なんかお客さんとね、全てお客さんの笑顔を考えてる。いやだからそうなんだよ。もうさ喫茶店というよりも人がやっぱ好きなんですね。ねマスターね。本当好きなんです。儲けたいじゃないんですよね。あそれはすごいわ。そういうことか。恐れ入りました本当に。いや、まあ、ありがとうございます。でもあの猫のロボットの渋滞は何とかした方がいいですか。ちょっと間引きした方がいいね、猫はね。最初手でやるんでしょ。手で運ぶんですよ。余計不便になってる。面白いね。いや面白い、本当に素晴らしい。素晴らしいですね、このお店の素晴らしさは。いや隣にいないでしょ。どうですかこちらは。ここね、本当に人気店で、なんかお茶碗もらえたり、お茶碗もくれるの。グラスもらえたりもしましたよね。あ、食べ物だけじゃないんだ。そう、いろんなバリエーションが。傘も出る。傘も出る。傘も出る。雨降ってたら最高ですよね、そこが。